はい、こんにちは、メイリーです。さて、そろそろやっていきましょう。神王の天空協会、天聖ゼウス、ゼウスバースが待ち受けてるダンジョンになっております。まあもう明らかにヘラの時と一緒なんで、ボスはゼウスでしょう。前回そう、最初は多分普通の光の究極かな。エンジェルだ、ラブリーアロー、パタパタパタ、強敵出てるんだが、まあ最初はねもうなんてことはないと思うんでね。8階層って結構長いけど、パッパと殺していきたい。進化前裏かと思った、そうでもなかった。まあ3階層目ぐらいからかな、ちょっと手こずり始めるのが。はい、エンジェル特に裏とかではなさそうですね。いきなりね強いギミック持ってこられても困るしね。でダイヤドラゴンフルーツが欲しくて、ダイヤドラゴンフルーツをね手に入れるためにやってるようなもんなんで、ちょっとシャンメイがね複数体いるキャラだから、あいつ大変なんだよね。今1体は進化させた、あとシャンメイが2体とシンファーがあと3体もいるから、ダイヤドラゴン結構いるんで大変だわ本当に。先制攻撃あるのかなこの先。さあボス前ですが、ヘルファウリング、あー消えちゃったわ。大丈夫でしょう使っても。いやーなんかもうちょっと作ってくれよっていうね。さあボスは多分究極光ゼウス、よし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 、それでいいんです。問題ないですね。じゃあ続けて2回を次の動画でいこうかな。2回もやっていきます。特に1回は言うことはない。ご視聴ありがとうございました。